供の頃なりたかった大人ってどんな人間だっけ、いろんなことなんだってできて楽しそうで羨ましかった。いやところが実際大人になってしまうと責任って言葉に縛られながらやりたいことなんか何もできなくて言い訳ばかり探してる。今夜もベビースターつまみながら一人で酒を飲む、家族とか仲間に言えない独り言が多くなった。上向いて袋から直接口に落としたら半分くらいこぼしちゃったよ、もったいないじゃねえか。大人になれない大人はどうすればいいのでしょうか。サッカー選手になりたいとか宇宙飛行士になりたいなんて将来なんかずっと先のことで夢だったら何だって言えた。でもあっという間に子供じゃなくなってふと気づいた時にはおじさんだった。ワクワクすることをどこかに置き忘れ失敗しない道を行く。お願いだベビースター教えてくれ、泣けてくるのはなぜだ、何十年この味に慰められてきただろう。何袋からにこんな毎日も幸せだって気づくのか、もったいねえことをしてる。眠らなくても